はい、皆さんこんにちは。今回は鈴キッドさんから溶接機を提供していただいたので、そちらの溶接機を使用して溶接をしていきたいと思います。まず溶接機の紹介ですが、このように標準の溶接やパルス機能などもあります。でクレーターの自己保持などもあって、電流も200アンペアまで上げることができます。で溶接機の背面にこのように電源ボタンがあります。ここにガスホースを挿すと溶接をすることができます。で 100V と 200V で使用できるのですが、今回は 200V で溶接をしていきたいと思います。で同封内容なんですが、このようにガスホースとトーチと 1.2mm と 2.4mm のコレットとタングステンと5番と6番のノズルが入っています。それとバックキャップもついています。でアースもついています。それとアーク溶接用のホルダーもついています。なのでこれを購入していただくと、すぐにティグ溶接とアーク溶接は棒さえあれば溶接がすぐにできるようになります。それと取扱説明書とガスの流量計が同封されています。それでは電源を入れましたので、まずは実際につくかのテストをしていきます。テストもちゃんと済みましたので、今回はこの 6mm の鉄のパイプを使用して溶接をしていきたいと思います。空冷の溶接機になりますので、電流はあまり高く上げれないので、今回は4層で仕上げていきたいと思います。隙間の方は 2.4mm が少し隙間あるぐらいなので、だいたい 2.5、6mm 隙間が空いてるかなっていう感じです。今回は付属されていた6番のノズルを使用して溶接をしていきます。1層目はこのようにローリングをしながら裏波を出していきたいと思います。今回カメラが新しくなりましたので、かなりプールの状態などが見やすいと思いますので、よければ参考にしてみてください。このように常に棒を供給しながら、棒が途切れないようにして一定の量の棒を送ることで均一な裏波を出すことができるので、小さくローリングをしながら棒が途切れないように溶接をするようにしてください。でこちらが溶接映像なんですが、このように小さくローリングをしながら、しっかりと両端のルートを溶かしながら棒を供給し続けて進行をしていきます。この時に棒の送る量が多すぎると裏波が出すぎてしまいますし、少なすぎると裏波が出なかったり、逆に穴が開いてしまい棒が途切れてしまいます。棒が途切れてしまうと、どうしても底の裏波の見た目が変わってしまうのですが、棒が途切れそうだなって思う時や棒の送る手が追いつかない場合は、この動画でも何度かあるのですが、アークを一度クレーター電流にして、棒を持っている方の手をしっかりと整えてから、また再度メインの電流にして溶接をするようにしてください。この映像で溶接している時に仮付けに到達した時のつなぎ方もわかると思いますので、そちらを参考にしてください。この供給している方の棒の手が送りが足りなかったり、送り続けることができないと棒がどうしても途切れてしまいますので、棒の送る練習は必要な状態になると思います。この裏波の出し方自体もいろいろな方法があるのですが、今回は隙間に収まる棒を使用して棒を供給し続けながら裏波を出していくという方法で溶接をしています。電流値が高すぎると棒も当然途切れやすくなりますので、トーチ側の進行も早めないといけないですし、棒を送る側の手の動きも速くなってしまいます。逆に電流が低すぎるとトーチの進行を遅くして棒の供給を遅くすることもできるのですが、後半隙間が狭くなってしまって歪みが起きやすくなります。なので自分に合った電流で溶接をするのが一番かなと思います。棒が途切れそうになったり、棒を送る方の手が追いつかない場合は、必ず一度クレーター電流にして手を整えてからまた溶接を再開してもらえば、なるべく棒の途切れが少なく溶接を終わらすことができると思います。この時にタングステンの長さはしっかりとルート面を狙えるぐらいの長さにしておいてください。短すぎるとタングステンの先から出るアークがルートまで届かず、裏波があまり出ない状況になったりしますので、タングステンはルートを狙える長さを調整しておいてください。これは板厚やルート面の量などでも電流は変わってしまいますので、そのルート面の少なさや大きさや板厚の薄さや厚さなどで電流値は変えるようにしてください。
そして最終つなぎはこのようにプールが揺れているのを確認しながらちょんちょんと棒を垂らしてつないでいくようにします。確実につなぐために10ミリぐらいは余分に進行してあげると綺麗につながってくれると思うので、それぐらい進行してみてください。こちらが1層目を終えたビード外観です。裏波が出ていると今のビードのようにペタッとした見た目になりますので、このビードが膨らみすぎている方はタングステンを長くしたり電流値を上げるようにしてください。裏波はこのような感じになっています。一番上の部分が最終つなぎになっています。棒が途切れてしまったところが裏波の高さが変わっているところなので、棒の途切れはなるべく起こさないように注意してください。次に2層目を溶接していきます。2層目の手の動かし方はこのような感じです。1層ごとにヨモリをしっかりと出していきたいので、電流を上げてこのように1層目のビードの幅の両端 2,3 ミリぐらい超えるぐらいの幅で溶接をしていきます。でこの時に選択する溶接棒の太さですが、薄く何層も重ねたい場合は 2.4 ミリや2ミリを使用すればいいですし、少ない層で溶接を終わらせたい場合は 3.2 ミリなどを使えばいいと思います。この時に電流が低いのに太い棒をかなりたくさん送ってしまうと溶け込み不良になりやすいので、太い棒を使用する際は電流もある程度上げた方がいいですし、あまり過剰にヨモリの高さを早く出そうと棒をたくさん送るのは控えた方がいいと思います。今回は 3.2 ミリの棒を使用して、ほとんど棒は送らずに常にプールから途切れないようにだけ気をつけて溶接をするようにしています。 3.2 ミリを使用すれば棒を送らずにつけたままの状態でもかなりヨモリは出ますので、今の映像の層とあと1層盛れば綺麗にツラ1ぐらいまで高さが上がってくれます。でこの中間の層は素早く溶接は終わらせたいので、あまり細かく進行すると手がしんどかったり時間の無駄になってしまうと思いますので、このように大きく粗くゆっくりと溶かし込んでいけば早いし手も疲れないし溶け込み不良も起きにくいので、大きく粗く溶接をしてもらえばいいかなと思います。この中間層はもう外観は全く見えなくなりますので、同じ高さを揃えるということだけ意識して溶接をしてもらえばいいと思います。なので棒だけは高さを揃えるためにも途切れないように気をつけながら溶接をするようにしてください。この棒途切れが起こる原因で多い状況としましては、こちらの動画で紹介していますので、こちらの動画を参考にしてみてください。この時にタングステンからプールまでの距離は一定を保つようにしてあげてください。アーク長を一定に保つことで安定したビードになります。この2層目のタングステンの長さは好みでいいと思うのですが、あまり短すぎると1層目のビードまでしっかりと届かないので、ある程度は長さを出すようにしてあげてください。今回この空冷の溶接器を使用してみたのですが、この電流値ですと全然普段使用している水冷の溶接器とも変わりがなく、とても扱いやすいです。やはり普段水冷トーチを使っているので空冷トーチがすごく軽く感じます。溶接器もとても軽いので現場溶接にはかなり向いているなと思います。ただ内削の時でも電流を180アンペア以下ぐらいで溶接するのであれば十分使えると思いますので、かなりいいかなと思います。でこちらが2層目を終えたビード外観です。このような感じでかなり粗めに進行して素早くヨモリを出すようにしています。これで 3.2 ミリの棒を使用してあと1層溶接をすれば綺麗にツラ1までヨモリの高さが上がってくれます。あと2ミリぐらい盛ればツラ1の高さになるかなというぐらいの今はヨモリになっています。で3層目なんですが、3層目も2層目に比較的似ています。しっかりと大きく粗くローリングをして溶接をするように今回はしています。この時に3層目で重要なのは、今から溶接していくビードが両端の貝先幅をなるべく超えないように貝先幅ギリギリで溶接をしていくということです。そうすることで最終層の溶接ビードの幅を揃えやすくなります。この3層目の幅が貝先をたくさん超えていたりしてしまいますと、最終層で幅の見分けがつきにくくなりますので、両端の貝先ギリギリを狙うようにして溶接をするようにしてください。今回は6番の細めのノズルなので貝先内にノズルが収まってしまいますので、このように最終層になるにつれて
荒い進行やローリングが難しくなってしまいます。なので1層目はノズルを貝先内に収めた方が安定しやすいので5番や6番を使用して、最終層に近づくにつれて7番や8番を使用すると溶接しやすいかなと思います。小さいノズルや太めのノズルが慣れない方はぜひ使い分けをしてみてください。このように粗くしっかりと一つ前の層に溶け込ましながら両端の貝先幅を超えないように溶接をしていきます。それと粗くいくメリットとしましては、今回の場合ですと4層仕上げになりますので1層目2層目3層目でなるべく熱をかけたくないです。なので粗めに大きくいくことで溶接ビードの焼けが少ないので最終層のノリが良くなり、酸化皮膜が浮いてきたりすることも少ないです。なので酸化させないようになるべく素早く終わらせることが綺麗に仕上げるコツとなります。棒が途切れてしまってビードの高さが変わってしまうと最終層もそこだけ高さが変わったりしてしまいますので、1層目2層目3層目は棒の途切れがなるべくないように注意しながら溶接をしてください。ちょっと途切れそうだなと思ったらアークは何度切っても大丈夫ですので、クレーター電流にして途切れないように棒を持っている方の手を調整しながら溶接をするようにしてください。全周溶接を見ているとどうしても時間が長くなりすぎますので、ところどころカットはしています。重要なところはカットしていません。でこちらが3層目を終えたビード外観です。これでほとんどつら位置までよもりの高さが上がっていますので、最終層もあまり棒を送らずよもりを出すことができます。こんな感じでなるべく貝先幅は超えないように一定を目指して溶接をしてください。で最終層も2層目3層目同様、今回は粗めに溶接をしていきます。今回ノズルが6番なのであまり大きく粗く溶接をするのが難しいので、今回はわざと2番を揃わせない溶接方法で溶接していきたいと思います。しっかりとした8の字を描くのではなく、わざと2番を少し丸みを帯びた形にしていくローリング方法で溶接をしていきます。いろいろなビードの紹介はこちらの動画でしていますので、こちらの動画をいろいろなローリングパターン知りたいという方は参考にしてみてください。で最終層なんですが、溶接を覚えたての人などの溶接を見ているとどうしてもスタートが一番綺麗になっていません。スタートはアークを出してある程度プールが広がってプールが安定しだしてから動き出して溶接をするようにしてください。結構溶接を教えたりするときに人の溶接を見ていて思うのが、つけた瞬間にローリングをしだす人がいます。そうしてしまうと全く熱を持っていない状態ですぐにローリングをしますので、スタートから安定していないビードになってしまったり幅が細くなってしまいます。でそのスタートの状態を維持しようと溶接をしてしまいますので、終端まであまり綺麗な溶接になっていなかったりするので、スタートでしっかりと熱を持たせて自分のつけたい幅や粗さや細かさなどを決めて、それを維持しながら最後まで溶接をするようにしてください。スタートですぐに動き出さないというのが少しポイントにはなっています。電流がかなり高い場合ですとすぐにつけた瞬間から安定してくれますので、ステンレスや鉄でもあまり電流を上げない方などはスタートで少し炙ってから溶接をしてみてください。そうすることで一番最初の動き出しから幅を安定させれるので、それを維持するように心がけて溶接をすると綺麗になりやすいです。で今回2層目3層目4層目は 3.2 ミリの棒を使用していますので一切棒は送っていません。電流をあまり過剰に上げない方などは最終層は 2.4 ミリを使用した方が外観は薄くペタッとした綺麗な見た目になりやすいと思います。なのでしっかりと綺麗に面位置まで最終層前の層でよもりを上げれている場合は 2.4 ミリを使用した方が使いやすいかもしれません。 3.2 ミリはどうしても電流を結構上げないと使いづらいので、自分に合った溶接棒を使用するようにしてみてください。今回のローリング方法はわざと2番が揃う前に反対側へ進行するようにして2番を
揃わせないように溶接をしています。2番が揃ったり揃わなかったりしながら溶接をしてしまうと、この溶接方法はあまり綺麗な見た目になりませんので、2番を揃わせないと決めたらずっと2番は揃わせないようにしながら溶接をするようにしてください。これでも6番のノズルなので結構手首がしんどかったので、ちょっと細かめに溶接をしていけばよかったなと少し思っています。最終層のタングステの長さは完全に好みになりますので、短めがいい方は短めで、長めがいい方は長めで溶接をするようにしてください。ただ鉄を溶接していて熱がかかりすぎるとノズルがとても滑りやすくなります。なのでノズルが滑りやすいという方はなるべくノズルの接地面を増やせれるようにノズルを立てた状態でタングステンを短めにして溶接をするとノズルは滑りにくくなります。で最終層はこんな感じです。粗めに溶接をして、わざとビードの両端には丸みが帯びているような状態を維持して溶接をしています。2番が揃っているとここが綺麗にまっすぐ揃っているのですが、今回は少し丸みを帯びらして溶接しています。で最終層を終えた後の裏波はこのような感じになっています。だから2層目以降溶接をすると裏波の見た目が汚くなっているのですが、これはなるものなのでしょうかという質問をたまにいただくのですが、必ず熱が加わりますので表のスラグなどが浮いてきて、このように少し色が変わったりしてポロポロとカスみたいなものも出てきます。これは普通なので心配しなくていいです。それと今回スズキッドさんからクリアノズルのセットも提供いただいたので、こちらのメリットを紹介していきたいと思います。 1.6mm と 2.4mm を提供していただきました。セットするとこのような感じになっています。今回はこのクリアノズルを使用して溶接映像はないですが、また次回クリアノズルを使用した溶接映像も投稿していきたいと思います。でこのクリアノズルのメリットなんですが、透明になっていますので、このように昇降系配下のフランジの内側を溶接する際は自分のつけているビードがノズルのせいでかなり見えにくいので溶接が難しくなります。ですがこのようにクリアノズルを使用していただくと、自分のつけたビードが後ろに見えますので、昇降系など見えにくい箇所を溶接する際はかなり便利です。それとこのようにアングルの溶接をしているときに、この内隅肉はビードがなかなか見えにくいのですが、クリアノズルだとつけているビードが見えますので、見えにくい箇所の溶接にかなり適しているかなと思います。アングルの溶接を紹介したおすすめの動画はこちらですので、よければ参考にしてみてください。それとこのクリアノズルは透明なので、タングステンをゼロにした状態で溶接をすることが可能になります。完全に密封しながら溶接をすることもできると思います。これはする必要があるかはちょっとよくわからないですけど、絶対に酸化させたくない場合などにはこのように蓋をして溶接をすると酸素に触れないので酸化はすることないのかなと思います。はい、これで今回の動画を終わりたいと思います。今回はスズキッドさんから提供していただいた溶接器を使用して鉄のパイプを溶接していきました。この動画がいいなと思ったら、よければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それとベル通知の方を押していると投稿した際通知が行きますので、よければベル通知の方もオンにしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。